にちは。じゃあ、杉田さん、ビシエドの、あの去就の時に大島選手もなんて話もしていたので、今日は大島選手のちょっと去就どうなるのかという話題です。というのもこの話題が上がってきたのが9月頭に入ってから大島選手がファームに落とされたんですよね。え、ということで、これはもしや大島選手今シーズンで契約2年契約が満了になるので、もしかすると来シーズン違うユニフォームを着ることになるんじゃないかということをいろんな各紙報じる。着るかね。着ります。着るかね。あ、着ると思います。あ、そう。はい、なんか私大島選手はすごい好きなので、もっともっとまだ活躍できると思ってますし、やっぱりその立浪さんになってから新しいその成長という中では、まあまあそうだね、っていうことになってしまったので、あとはやっぱこうシーズン煮詰まってきて、はい、でやっぱこう若手によりチャンスを与えたいということで、うん、はい、まあ、代打にしたってちょっとしたことだって、はい、大島をね、うん、外したっていうことはまあ分からないではないよね。まあ、そこの中でどんな話し合いが行われて外したのかっていうのがね、はい、まあ、ちょっと気になるところではあるけども。そうですよね、うん、ただ豊さん、来シーズン外野そして育てなきゃいけないっていうふうになると、うん、まあ、もう細川選手は1人いて、はい、で岡林選手ももう決まっていて、はい、あとこの1枠をレフトカリステがいる。そう、カリステ選手も、まあ、ファーストやったりとかもしてるけど、ね、そうです。あとブライト健太選手もいたりとか、はい、あと今出ている、川越選手もいると。なる、まあ、岡井もいるしな。そうです、そうです、岡井選手もいますし、となると大島選手がそこに、あの現在年齢が39歳なので、やっぱり出場は減ってくるのかなって、どうしても本人も、まあね、そう、まあ、それはしょうがないよな。39歳だろ、はい、39歳よくやったな。もうお疲れ様でした。いや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 、まだまだ。いやいや、でもね、確固たる、はい、しっかりした技術は持ってるよ彼は。そうですよね、うん、ただね、うん、俺なんで落とされるとか、なんで使われないっていうのがすごく見ていて、うん、なんとなく分かるんだよ。これなぜかというと、うん、大島ってベテランでしょ、はい、で弱いチームでしょ、うん、そしたら若手が成長してる時に、うん、自分はさておき、うん、やっぱ若手に声をかけてあげるとか、うん、ね、鼓舞してあげるとか、うん、そういうことがすごく大事だと思うんだよ、うん、やっぱベテランの役割として、はい、強いチームだとやっぱそういうベテランっているんだよ、うん、やっぱり、まあ、例えばジャイアンツだったら強いチーム時代に生きていた長野とかね、はい、まあ、今まあ裏方に入ってまたそういう役目というか、うん、若手に声をかけたりだとか明るく振る舞ったりだとか、はい、まあ、坂本もベンチにいるときは多分そうしてると思うんだよ、うん、あと小林選手とかも、うん、そう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 、うん、いやだからそれを求めてるんだよ多分。だそういう役割でいてくれたら、うん、そら外せないなって、あいつは外せないなと思うけど、はい、で大島を見てるとね、やっぱ超おとなしいんだよ。中日ってそうですよね、おとなしいっていう。いやだからやっぱ強くなる時って、はい、やっぱベテランの力ってそういうことなんだよ。そうか、うん、だから俺は外されるのが分かるような気がする、はい、いやもう自分のことはね2000本打ったし、うん、ね、いいだろって、チームに愛着あるだろって、うん、若手後輩に愛着ないのかって、いやそしたらもっとお前が中心になって声出したりだとか、はい、若手の中に入って鼓舞するとか、うん、ね、俺はそういう役割でいてほしいと思うんだよ、うん、首脳陣としたら、はい、俺が首脳陣でも多分そういうことを望むと思うんだよ、うん、そしたらベンチに置いてる価値が出てくるんだよ。となると大島選手は例えばそれよりもやっぱり自分が試合に出て2000本達成したけれども、それよりも打ちたい、試合に出たい、結果残したいっていう風になると、そこのこの思惑というか考えが一致しないってなると、やっぱりじゃあ他球団、それ一致しないのはなぜ一致しないかっていうと、うん、先にも言ったように、はい、そういうものが出てこないから、うん、チームが連敗したら大島行ってくれって、うん、お前が引っ張ってくれって、うんうん、そういうことにならないわけよ、うん、もうそうだったらもう我慢してでも若手使った方がいいかみたいな、うんうん、やっぱなるわけ、うん、だそれをやっぱ俺は立浪監督だとか、はい、首脳陣というのは大島に対して求めてるんだと思う、うん、それがまたできる選手だっていうふうに思ってるはずなんだよ、うん、2000本も打ったし、はい、ね、でチームにずっと生え抜きでいてくれるわけだから、うん、でもそのチームがこんなに弱くなった、はい、そしたらやっぱ悔しくないのかって、うん、そしたらベテランとして何かやれることないのかって、うん、じーっと黙ってて、あ、代打なんだ、うん、ポンって、うん、
それじゃ困るわけよ。やっぱりベテランって有権系のなんか影響力っていうか、まあ、そうですね、まあ、そういうものをこう感じ取りたいんだよね、うんうん、みんなが、はい、でそこをね、俺はこうテレビでしかこう見たりとかしてないけど、それは少なくとも感じられない、申し訳ないけど。うん、だからそこに求められているものがあるっていうのに気がついて、もう一度やるってなるなったら、なんか中日でいても面白いと思う。そしたら将来的に監督の道だとか、そういうものも他のフロントとかも見てるから出てくると思うけども、それがないものが人を引っ張っていけるかって思うと、やっぱ監督の道もないなと思っちゃう。だから大島の夢がどこにあるかわからないよ、まあ、将来的にはチームを強くして、はい、で俺が引っ張ってってみたいな、ね、で俺のことはもう二の次にして若手をこう、ね、成長させるようにみたいな、はい、もう元気を出させてみたいな、ね、みんなでスクラム組んで戦ってみたいな、で将来的には引退した後になんか指導者になりたいなって思うんだったら、自分との生き方は違うかもわからないけども、そういうことをやってみるっていうことは俺はすごく大島にとって大事なことかなって思うので、まあ、一応成績でいうと昨シーズンは130試合に出場して打率が2割8分9厘15盗塁だったんですけども、そのぐらいの成績だったんですけども、今シーズンは75試合にとどまって116打数の23安打で、打率は自己ワーストの1割9分8厘にとどまったということで、いろんな、まあ、あの解説の人だったりとか OB の方はまだまだもちろんやれるというふうには、まあ、背中を押してるんですけれども、2022年のオフに年俸2億5000万円で2年契約ということで、今年でまあ切れると。で中日はもうおそらく例えばもう1年とか2年とかで契約金を下げての年俸を提示してくるのか。いやそれはやっぱ監督とか首脳陣とかと話すよね、うん、大島の去就についてどう考えてるかとか、はい、うん、もう現場では使う気がないって言うかもわからないし、うん、いや切られたら困るって言うかもわからないし、うんうんうん、だそれはねちょっとわからないな、うん、中日球団というよりももう球団を挙げて功労者だから、はい、球団を挙げての去就問題にはなってくる。そうですよね。だからでも一番やっぱ現場の声っていうものが、うん、まあ、反映されていくかな。現場、あ、それお金ない人も使わないって言うんだったらさ、うん、いやもうそんな出す必要もないで。そうですよ、ね、でもどうしてもまだまだまだ絶対必要だって言うんであれば、うん、置いとく価値のある選手だよね。もちろんそうですよね。もちろん、いやだから大島もやっぱこう首脳陣とも行ってちょっと話をさせてくれと、うん、で今後どうしていきたいのか野球人生を、うん、それをやっぱこう聞いてもらうっていうことは、はい、すごく俺は大切なことかなと思うし、はい、で立浪監督とか、まあ、首脳陣も聞く価値を持ってほしいなと思う、ね、うんうんうん、そうですよね、まあ、そこら辺で話がいやいやお前その考え方じゃ無理やでって言うんだったらもうしょうがないでしょ、他行くしかない。そうですよね、うん、で大島選手はそもそもその福留康介選手のことを非常に尊敬して先輩というふうに慕っているんですけれども、やっぱり長く福留選手がやっぱりこの現役でやっていたということも含め、自分もより長く現役でプレーしたいっていうふうな考えはどうやらあるようなんですけれども、仮にその中日で話がまとまらなかった場合は、じゃあ他球団っていうふうになった場合、他球団で欲しいっていうところはもちろん出てきそうな私は気がするんですけれども、どうですかそのあたり。年齢だな、39歳、うん、いやー相当厳しいと思うよ、まあ、2年契約とか。確かに卒のない選手だよね、はい、ただ来年40でしょ、はい、40で卒のない選手っても気持ち悪いからねいやいや本当にでもあの変態的な力すごいですよね。まあまあでもね、あの技術は確かなものがあるよ、うん、ただじゃあ勝負強いかっていうとさ、うん、そんな感じは受けないんだよね。だから本当の典型的な 1,2 番タイプというか、うんうん、もう本当チャンスメイクをしていく、はい、まあそういうバッターだよね。ヤクルトではダメですか。ちょっとヤクルトはいらないよ。そうか、塩見選手も帰ってくる。だベテラン多いもん。あ、そうか、そうで、ヤクルトもそうですよね。他、西武何でも西武はない、落ち着けたらあかんよ。すいません、そうですよね、うん、他、大島選手がいるといいなっていう、まあ、外野ないですか、セパともに。いや、なかなか難しいと思う。いや、これが30さ、うん、1、2だったら、はい、それ話は分かるよ、うん、あの技術を持ってて、うん、ね、もう40だからな、なかなか、まあ、それはもう人脈を漂うしかないというか。そうなのか。
あの前回の動画のビシエド選手の時には、まあ、楽天だったり、まあ、西武だったりが手を挙げてもいいよねって話されてたんですけど、大島選手は逆にどこの球団もやっぱ年齢的なことで引いてしまった。まあ、例えば40で3割打つって考えられる、はい、あまりなかなかないよね。まあ打っても2割8分かな、はい、ホームラン何本かになる。ホームランも2桁はいかない、絶対いかないよね、はい、まあ行っても5、6本、はい、打点どのぐらい考えられる。あ、打点もそうですね、1、2番だったら、そしたら、うん、若手使った方が良くないかな。で、俺だったら GM だったら考える。そうなんか、その例えば率とか安打とかそういう福留って、うん、めちゃくちゃやっぱ勝負強かったよ、うん、それとやっぱ若手に対しても厳しかったよ、はい、ね、どこ行っても遠慮しなかった、うん、野球ってこんなもんだぞって、うんうん、教え方をしてたよ、はい、だ大島がそれできるかっていうと、うん、そうだから話し合った方がいいって中日、うん、で勉強させてもらった方がいいって、うん、同じチームで、はい、で自分を変えていった方がいい、うん、そうなんだって。俺がチームを引っ張ってやる、うん、このチームを強くするために俺が残って若手を鼓舞してやる、うん、もし足りないところ盗塁の技術とかも確かにあるからね、はい、もう三拍子揃ってる選手だから、うん、だからそれをなんかこう教えてあげるとか、はい、言葉を投げかけてあげるとか、うん、そしたら勝ちが出てくると思う。大島は一軍のベンチで引っ張っていくっていうことで、ね、でもね、40になって他のところって、うん、そんなアドバイスできない。ちょっと遠慮するよやっぱり、まあ、いわゆる戸様っていうことになっちゃいますよね。いやだから、まあ、そこら辺はね、大島がどう考えるかわからないけども、うん、俺はまずは首脳陣と話し合って、まあ、喧嘩してるわけじゃないしさ。そうですね。でも首脳陣はさっき言ったようにやっぱりリーダーとしてベテランのこう鼓舞していくとか、はい、そういうことだと思うんだよ。だから大島の野球もあるし、うん、まあ、首脳陣が考えてることっていうのもあるけども、うん、やっぱ一回話し合ってそれで、ああここじゃもう生きていけないなって思うんだったら他探してやる方がいいと思う。そうですね、別に喧嘩してるわけじゃない。あ、そうですね、やっぱそのお互いの考え方があってやってることだから、ね、うん、はい、恩義に済ませるよ。いやいや、チーム、いや、チームを離れるときに円満退社というか、うん、そういうことも大切だよ。大島ってやっぱり中日の顔だから。そうですよね、うん、帰ってくるところはやっぱ大島の中日だから、うん、出たとしてもね、はい、だからまあそこら辺はあの濁さないように出てってほしい。出るんだったら、ね、出るんだったら、はい、うん、いやね、今年中日はまあビシエド選手もそうですし、契約がこうやって切れる、まあ大島選手ベテランだったりとか、あとじゃあ中島選手どうなるのかとか、いろいろね、もうちょっと今のチーム状況というかの中でどうしてもそういう話が一番早く出てきやすいのかなっていう順位的にもありますけれども、ね、まあ、弱いとね、こういう話は出てくるよ、うん、そうですね、いっぱい。そうですね、まあ、今オフ、まあ、ビシエド選手はじめこういった大島選手の去就なんかもちょっと気になりつつっていう、ね、また動画で、まあ、はい、新たに動きがあったら動画で上げていきます、はい。